第1回陣地争奪叩いてかぶってじゃんけんポン大会。花に関係ねえじゃん。説明しよう。叩いてかぶってじゃんけんポンとは、じゃんけんをし勝った方が殴りかかり、ヘルメットで防がれたらセーフ、ヒットすれば勝ちと、まあこんな感じのワイルド&アグレッシブなゲームなのだ。死ねえ副長。あれだ、今死ねつったろ。切腹だこれら。勝負は両陣営代表3人による勝負で決まります。審判も公平を期して両陣営から新八君と俺山崎が務めさせてもらいます。それでは1回戦、近藤局長 VS おたえさん。それでは叩いてかぶってじゃんけんポン。おっとセーフ。セーフじゃない、逃げろ近藤さん。天は下道、怪物少子は三少女の裏に泣かれる。ちょ、おたえさん、これもうヘルメットかぶってるから。2戦目の人は最低限のルールを守って。もう始まってんだ。早い、ぶつけ早い。あまりの速さに2人ともメットとハンマーを持ったままのように見えるぞ。ほう、相互と互角にやり合うとは何者だよ、あの娘。やつは頭は体が、腕は新選組でも最強を歌われる男だぜ。互角だ。うちの神楽に人が勝てると思ってんの。やつはな、絶滅寸前の戦闘種族ヤトなんだぜ。すんごいんだぜ。なんだと、うちの僧がな。うちの神楽だってな。おい、ダサいからやめて。俺の父ちゃんパイロットって言ってる子供並みにダサいよ。っていうか、あんたら何飲んでんの。ああ、勝負はもう始まってんだよ。よし、次やってくるら。ちょっとだ。勝手に飲み比べ始めちゃってるよ。おお、こうしてるうちにこっちはもっと苛烈に。あれ、ちょっと待って。2人とも明らかにメットつけたままじゃねえか。ハンマーないし、なんかじゃんけんもしてねえぞ。ただの殴り合いじゃねえか。だからルール守れって言ってんだろうが。これも収集不可能だな。しょうがない、最後の対決で決めるしかない。銀さん、うん、どっ。おい、何やってんだ。このままじゃ勝負つかねえよ。はっ、心配すんじゃねえよ。俺はまだやれる。白黒はっきりつけようじゃねえか。上等だこれ。このまま普通にやってもつまらねえ。ここどうだ、真剣で切ってかわしてじゃんけんぽんにしねえか。上等だこれ。お前、さっきから上等だしか言ってねえぞ。俺が言うのもなんだけど、大丈夫か。絶対だ。おい、山崎、こいつ語ろう。え、はいはいはい。ああ、行くぜ。上等だくる。せーの、切ってかわしてじゃんけんぽん。取った。心配すんな、峰打ちだ。あ、これにくれたらもう俺に絡むのはやめるこったな。ポン、てやめ。さっきからグーしか出して出ちゃってかって、誰ってんのか。どうした、グーの名前ってねえか。またグーか、グーふっつけよ。え、お互い妙な上司がいて大変ですね。まったく。ははははは、それ言ったか。貴様、なんでこっちに。